どうも、皆さん、こんにちは。チャックバツです。えー、本日はですね、GoTo トラベルキャンペーンね、正式発表ということで、8月末ぐらいに開始っていう話だったんですけども、えー、まさかのね、前倒しで開始ということで、え、4月動画にね、発表になりましたので、こちらね、解説やっていきたいと思います。この動画にはね、目次機能をね、導入してますので、概要欄からね、時間の部分をクリックしていただくと、え、そちらだけね、見れるようになっておりますんで、そちらもね、活用していただけたらな、というふうに思います。えー、まずね、 こちらの GoTo トラベルキャンペーンとはという話なんですけどもこちらは国の観光事業の、ね、支援のために行われるキャンペーンというふうになっておりまして旅行代金の、ね、半額相当を支援する内容になっております7月22日以降の、ね、旅行が対象というふうになっておりますんで、えー、覚えておいてくださいまずねこちらの対象の旅行なんですけども国内旅行のみが対立というふうになっておりまして海外旅行は、ね、対象外というふうになっております、えー、宿泊を 行う旅行、行、う旅旅日帰りの旅行こちらねどちらに対しても対象というふうになっております次にね詳しい支援内容なんですけども支援の上限っていうのは。学旅行の場合、え1人,1人 各二万円までという風になっておりまして、日帰り旅行の場合、一人一万円までという風になっております。またね、こちらね、一人何回でもね、利用できるキャンペーンという風になっておりまして、回数のね、上限はないっていう風になっております。こちら、支援のね、内訳なんですけれども、一人二万円、一泊旅行の場合はですね。半額となる一万円がね、対象となり、支援される額が一万円という風になります。こちらの一万円。の 内訳なんですけども70%が現金割引30%は地域クーポンという形で付与されるというふうになります。 この地域クーポンに関してなんですけども、まあお土産飲食とかね、観光施設などで利用できるクーポンっていう風になっております。で、こちらの注意事項なんですけども、本来ね、この GoTo トラベルキャンペーンっていうのは、開始時期はね、7月末だったんですけども、ずれ込むということで、8月以降っていう話になっていたんですけども、急遽ね、前倒しで7月の22日から開始っていう風に、 なりました4月22日からね、まあ、4連休を控えているということでこちらにね合わしてきた感じ だと思うんですけどもこのね前倒ししたことによってこちらの支援額の30%にあたる地域クーポンのね準備が間に合っておりませんのでこちらの支援を受けるにはですね9月以降の開始までね待たなくてはならないっていう感じになりますですので現時点でね利用する、まあ、7月22日から開始されるわけですけども9月までの間はですねこちらの30%の支援は受けられないっていうふうになりますのでこの点 はね特に注意していただきたいなというふうに思いますこちらのゴ o t ゥトラベルキャンペーン自体のね話で半額支援っていう話ばかりね先行しておりますけどもまあ、9月まだねこちらは開始されてないというふうになりますんでこちらはね特に注意が必要っていうふうになりますしたがってですね先ほどの例でいくと2万円の1 一泊旅行の場合ですね半額相当である1万円が支援対象なんですけども結局ね30%の地域クーポンは受けられないというふうになりますので1万円分のね70%である7000円分のみね割引対象というふうになりまして支払額はね1万3000円というふうになります。 ですのでね、こちらを考慮すると、まあ、地域クーポン分はですね、こちらが開始されるまでは、消費者側でね、支払う必要があるっていう形になるわけなんですよね。ですので、2万円分の一泊旅行の場合は、割引額としては35%割引というふうな支援になります。この点はですね、現地の支払いの時はですね、請求書などを見てね、 えー、あれこんなに支払ったかなみたいな感じになってしまうとですね楽しい気分がねちょっと残念な気持ちになりかねませんので、えー、特にね注意していただきたいなっていうふうに思います、えー、次にねこちらのキャンペーン自体が7月22日からね開始ということですので今現時点でね7月22日以降のね予約を持っている方はまあどうなるかっていう感じなんですけども結論言うとねこちら支援対象になります ですけども、旅行後にですね、申請する必要がありますんで、この点も覚えておいておきましょう。ちょっとね、こちらの申請方法自体は、ま、あ暫定版という感じで、今後ね、変更になる可能性はあるんですけども、申請方法はオンラインか郵送、必要書類が申請書、領収書、宿泊証明書、個人情報同意書ということで、ちょっと面倒ではあるんですけども、宿泊する際に、特にね、宿泊証明書、あとね、領収書をね、もらうっていうのをね、忘れずに、 してくださいそしてねこちらを後日申請していただくとンプが、ね、受けれるっていう形になりますえ次にねどのような旅行であれば、まあ、今回のね GoTo トラベルキャンペーンの支援対象になるかという話なんですけども詳細がね細かく発表されております宿泊旅行の場合はですね予約はですね代理店宿泊施設え直接予約も対象というふうになりましたえですのでマリオットボンブホテルとかねヒルトンとか、まあ、そういう直接ね ホテルに予約することによっても今回のね支援が受けられるっていう風なね形になりますでまたですね代理店なので販売されている交通機関とホテルがね宿泊セットプランみたいな形がありますよねこういう場合はですね全体的に割引対象という風に なります。しかしですね、個人でこの旅行自体を手配した場合、宿泊のみ対象というふうになりまして、交通機関に関しては対象外っていうふうになりますんで、この点もね、覚えておくようにしてください。特にね、まあ私のように交通手段はね、マイルで飛行機を取るよっていう方は、宿泊施設だけね、予約をした方がお得なのか、代理店などでね、ヘッドプランで代理店購入した方がいいのか、どちらがね、まあお得になるかっていうのは、検討する必要があります。 またね日帰り旅行の場合はですね宿泊施設を旅行しませんので同様のねセットプランのみが対象という風に なりますですので個人手配の場合はですね、えー、こちらの支援は受けられないっていう風になります、えー、ちなみになんですこちらの GoTo トラベルキャンペーンの支援対象プランまあ代理店のセットプランですねこちらは7月の27日からね販売開始っていう風になりますんでまあ、おそらくですがねこの GoTo トラベルキャンペーンが7月10日に正式発表になりましたので徐々にねホテル等々の、ね、値段は上がっていくと思いますので予約自体はですね,早めにね予約し した方がいいかもしれないですね、えー、いかがだったでしょうか今回ですね GoTo トラベルキャンペーンが正式発表となりましたのでお得にね旅行ができるチャンスですのでぜひね 利用してみていいたただきたいなと思うんですけども新型コロナウイルスの、ね、新規感染者が、ね、毎日増加している傾向になりますので横に行く際はね予防策が確実に行っていただいてまたね各都道府県から、ね、県をまたぐ移動の自粛の、ね、要請等々もありますので解除されるまでは、ね、各都道府県,県内で、ね、楽しんでいただけたらなというふうに 思います前回のですね、概要が発表された時にね、一度私のチャンネルでね、解説出させていただいたんですけども、主な変更点っていうよりかは、詳しい内容が発表された点として、前回まではですね、旅行代理店を利用してね、ホテルを宿泊した際にこのキャンペーンのね、支援が受けられるっていう話だったんですけども、今回ね、えー、詳細が出たことによって、ホテルのね、直接予約も対象というふうになりましたので、っていうことはですね、 s p g アメックスクレジットカードを、ね、持たれているような方で、マリオットボンボールの、ね、プラチナチャレンジ検討されている方はですね、こちらの支援を、ね、受けながら、マリオットボンボールホテルのプラチナチャレンジもねすることが可能というふうになりますので、ぜひね、 えー、この機会ね、マリオットームのね、プラチナチャレンジも、えー、検討してみていただきたいなっていうふうに思います。まあ、プラチナチャレンジのね、詳しいやり方等々はですね、えー、別に解説動画出させていただいておりますんで、そちらね、見ていただければなっていうふうに思うんですけども、割引を受けながらですね、プラチナチャレンジができるチャンスっていうのは、 まあ、なかなかないと思いますんでこの機会にね、えー、プラチナチャレンジされるっていうのもね、えー、かなりいいのではないのかなっていう個人的には思います今回の動画はね、えー、こんな感じで終わりたいと思いますこの動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです、えー、私のチャンネルで,ですねこういったお得情報マリオットボンボンホテル JAL マイル ANA ーーマイルクレジットカードのことなんかね発信させていただいておりますんでもしねチャンネル登録されてない方はねチャンネル登録していただき といても嬉しいです、えー、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。